ハンターの皆さん、こんにちは。プロデューサー辻元です。アシスタントの宇佐美スコと宇佐美ゆきです。さあやってきましたが、モンスターハンターフェスタ1号がもう東京、はいはい、名古屋、札幌が終了してですね。そうですね、放送日にはそうですね、はい、後半戦突入ですよ。そうですね、うん、僕ら実はこれね、札幌会大会の前なんですよね、収録はね。行けるかね、飛行機 ね、 飛行機ね。これもし飛ばなくて行ってなかったらえらいことですよね。もう先に入ったスタッフさんだけで頑張ってもらえますか。大丈夫それ、そんなんでいいの。分かんないけど、怒られへん。まあでもね、しゃかり聞くんで多分終わってると思います、ね、無事に、はい、あの楽しみたいと思ってます。いや、フェスタもすっごい楽しくて盛り上がってるんですけど、そう、うん、フェスタといえばね、あの物販とかあるじゃないですか、うん、物販、うん、で今回のフェスタとかで売ってるね、これちょっと見て、僕の T シャツ、これあほら、どう、あーこれあれですよね、かっこいい、かっこいいやろ、かっこいい、見ました、見ました、いいカップコン出張所で。そうでしょ、うん、今日僕はこれ T シャツ着てますけど、うん、もう一個パーカーも同じデザインで、あのパーカーはバックプリントになってますけど、みんな何か見えてないから何の話って OK じゃないですか。これあのこの、あの両蔵の部屋で中山新平ちゃん来てくれた時に、うん、ストレーテナーの、はい、うん、あの T シャツのデザインをしてよと言ってた、言ってたでしょ。え、本当にやりますとか言って、そうそう言ってたやつ、うん、実はあの後に僕、あの新平さんとも何回かやり取りしてて、うん、あの LINE とかでこうデザイン、これ一回送ってきてくれたんですよ。あでやりましょうっていう話になって、でちょうど一番タイミングがやっぱいいのはモンスターハンターフェスタなので、うん、あのそこでまあようやくこう商品化してですね、うん、販売させてもらってるんですけど、すっごいかっこいい、なんか黒地にゴールドで、あとハンマーがね、うん、入っててモンスターハンター、しかもねこのね、あの色はあれや、うん、あのデザイン、あの柄の、うん、これが真っ白じゃなくてちょっとクリームがかってるから、オフホワイトよりもうちょっと黄みがかってるかな。そうそうそう、だからねこう合うんよね、しっとりしっとりしてるというかね。あ、分かる言ってること、ちょっとはっきりしてるとグッズ T シャツっぽいかもしれない。そう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 、これが、ね、すごい馴染みがいいね。でも透明に見たらちょっと薄いパールの入ったゴールドみたいな感じに見えました、うん、一瞬。しかもこれハンマーがデザインになってるから、これ僕にはぴったりです。ハンマーだ、うん、ぴったりですよ。私ハンマー使ってないけど買いました。かっこいいキャラ着てたね。そう、うん、なんか黒でしかも結構ぴったりしてるんで、そうそうそう、私150ぐらいしか身長ないんですけど、うん、それでも女子でも全然いけますよね、うん、あの宇佐美さんはあの時 S サイズかな着てるね、うん、一番小さいやつに下に長袖のロンティー着てね、うん、ロンティー着て着てました、はい、これがねようやくこういうね、あの両蔵の部屋で始まった企画は、あの実現したグッズですので、これ皆さんぜひね、フェスタまだ会場残ってますので、行った際にはご購入いただけたらと思っております。はい、というわけで、あ、そろそろ今回のゲストなんかいっぱい喋っちゃったね、うん、お外で待ってるかもしれません。はい、じゃあそうそう来てもらいましょう。はい、どうぞお入りください。はい、どうぞ。はい、こんばんは、どうも。おばさん来た。誰だおい。いや、おばさん来たじゃないですか。しかもさ、ここ二人がさ、ギャーギャー騒ぐとこなのに、なんでここだけぶりっこしてんの、この二人も。よろしくお願いします。お願いします。猫かぶってたよ。お願いします。お願いします、はい、一番損したよ、もう。さあ、今回のね、お客様はですね、3人います、うん、そうですね。はい、ちょっと私も含め、うん、女子4人なので声が、うんね、ちゃんと聞き取れるかどうか不安なんですけど、うんうんうん、この番組ではお久しぶりのお二人の椿彩菜さんと橋本天香さん、はい、そして初登場になります美咲あやめさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。もう胃が痛いです。俺もです。楽しくなりそう。いやでもね、これ収録日って実はバレンタインも近いんで、うん、ちゃんとテンチムさんはね、うん、営業チョコもくれましたし、いや私ね思ったんですけれど、うん、絶対に辻元さん、うん、バレンタインのチョコが欲しくてこの日をこの日を選んだんだって絶対のチョコ。リオザさん、リオザさん、ね、本当にごめんなさい、こんなことで本当ごめんなさい。確かにね。いや私本当に今日改めてテンチムってすごいなと思いました、うん、なんでですか。俺も思ったわ。なんでですか。だってツイッターで営業チョコ買ってるなって言った直後に良造さんにチョコあげてていやだってまさかツイッターをこの皆さんが憧れる辻元様が見てくれてると思わないじゃないですか。その後超笑顔でチョコですね。あれか、営業チョコって書いてたよ。いや本当やばい、ぶっ飛びひどいな、ね、でもいい時に設定しましたね、女子こんなに。ほんまやね、うん、大変やわこれね、まあ、楽しんでくださいよ、うん、そうですね、はい、はい、ということでモンハンラジオ良造の部屋、この番組はカプコンの提供でお送りします。
モンスターハンター 4G 大好評発売中。新たなる拠点としてドンドルマが登場。町の復興を主軸に個性的なキャラクターとのストーリーが繰り広げられ、未だかつてない冒険が始まる。過酷で雄大な新フィールド旧砂漠が追加され、その環境下に生息するシリーズ人気モンスターの復活や、黄金に輝く鱗をまとう新メインモンスターセルレギオスの登場など、ハンターの挑戦はまだまだ終わらない。モンスターハンター4のセーブデータをほぼ引き継いで始めることも、新たに最初から冒険を始めることも可能で、どちらでも存分に楽しめること間違いなし。さあ今こそ GQA 駆り出せ。カプコン、はい、改めまして辻元です。アシスタントの宇佐美須です。今回は椿彩菜さん、橋本天香さん、美咲彩芽さんをお迎えしております。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあいつものようにですね、ドリンクを飲みたいんですけど、今日はちょっとですねスタジオが違うくてですね、あんまりいいのがないですが、うん、お好きなのを。なんか濃いめだよ今日のね、うん、しかもコップも紙コップだもんな今日な。いつもはねモンハンっぽいグラスを用意してるんですけど、今日はそうですね、パーティーっぽい感じの。なんですか、ゲストによって選んでるんですか、ここを。あ、なんかでもね、確かになんか、おやつも適当だしね。なんで甘酒とか。甘酒え、どれ甘酒と甘酒のクッキーとかが。甘酒の、あとあられとか、やっぱり年齢がいってる。ちょっと待って、ね、年齢がいってる、まあ、よかれと思っていますね。安心しますもんね。いや、やめて、一人だけおばさんキャラ。全然どうしますかねこれ。いつもと毛色が違いますけど、甘酒で美人って書いてますね。それ何だろうね。波江悦子のって書いてある。あ、本当だ、波江悦子さん。すごい。へえ、でも女子っぽいです ね、なんかアンチージング的な。お酒ではなさそう。お酒は入ってないです。残念ながら。じゃあ俺はのオレンジジュースにしようかな。オレンジジュース、これかな。これアップルマンゴーオレンジ。はい、それでいいです。ぶどう、美味しそう。ありがとうございます。開かない。もうちょっと待って、これで私に開けさせるって。違う、しかもほとんど努力してなかったから。ちょっと触っただけ。ちょっと触っただけやったもん。私はお水飲もう。お水飲む方いらま、いらしい。ね、ちゃんと喋ってくれよ。喋ってますよ。ちゃんと喋ってくれよ。喋ってますよ。せっかくだから甘酒開ける。お、甘酒行ってみよう。ね、確かに。じゃあ、うさみず一緒に行きます。甘酒振った方がいいんで、それ。さっきでも振ってたよ。はい、ま、あ、あれね、私のことおばさんおばさん言うと、うさみすも必然的におばさんになるからね。そっち側になる。同い年だからね。手乾燥してる人。いや、ちょっと待って。誰が手かさかさ。かわいそうにね。うさみす同い年ですから、本当に。うさみすが、フォローしないとこっち途中になるよ。うさみにとっても地獄やったな、今日はな。かわいそうにな。でもさらに年上の人いますから。そうだ、俺かい。どんな女子会やねん。私甘酒。はい、じゃあこれ宇佐美さん。なんかゲストさんが全部やってくれてね、ありがたいね。至れり尽くせり、ありがとうございます。今日は本当にモンスター2人連れてきちゃったので、お詫びです。本当だよ。はい、はい、みんな持ってるかな。持ってるかな。はい、 OK です。じゃあ、はい、じゃあようこそ、よろしくお願いします。お願いします。はい、あ、ラジオ中に飲むって。そう、ラジオ中に。美味しいですか。匂いがすごい。匂い、本当だ。お酒かな。体に良さそう、ね、あ、本当だ、匂いする、うんうん、なんかね、麹の匂いですかね。甘すぎない、うん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 、女性がプロデュースしてるからかな。何さんがプロデュースしてるから。美容に、うん、なんだろう、雑穀とかが入ってるらしいですよ、うん、というわけで、まあ、もう自由に話してください。はい、はい、投げすぎでしょ、ちょっと。まあね、お二人はよくいらっしゃってくれてるんですけど、うん、今日お三方来ていただいたということで、あのいろいろ他のモンハンの番組とかも出ていらっしゃる方々なのでですね、うん、まずはあやなちゃんから、うん、はい、そうですね、あの、うん、ネット動画のモンスターハンター 4G 講座 の、 あの先生役として、うんうんうん、あの GQ ちょっと頑張りたいっていう方のための動画を、うん、撮らせていただきました。あのなすなかにしさんが生徒役で、うん、あー、この間のね、そうそうそう、はい、モンハンフェスタとかでなんか流していただいてた、うん、そう、待機列かな、私も見ましたよ、会場 で、 も、 で、うん、もうイベントあることに流してます、うん、いつも見てますって感じ、ありがたいです、うん、はい、お世話になってます。で、アシスタントもだってやってもらって、あ、そうなんです。あの福田萌えちゃんが産休かなんかの時に、うん、そう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 、なんかスケジュール合わなかった時に一回アシスタントスケジュール合わなかったんですけど、はい、なんかキャラが濃すぎたのか2回目なかったって。なんだろうね、なんだろう、スタッフめっちゃ笑っとる。
めっちゃ笑っとるやん。そうそう、ゲストさん食っちゃったみたいな。いやでもね、あやちゃんいつもねお世話になってカプコン TV も出てもらったり、うん、あ、そうなんですよ、ね、うん、年に 2,3 回はカプコンのなんか出るんじゃないですか。そうですね、モンハン、ね、呼ばせていただいて、はい、呼ばせていただいたら呼ぶ側になっちゃったから、いやだから前回はカプコン TV 出た時が飛竜と椿は出てなくて、出してください出してくださいって言っててやっと出て今回ちゃんと作ってきました。そう、配信されてなかったね。そうなんです、そうなんですよ、うん、そうそう、いつもねそれを聞いてくるんですよ。いやそうで気になるでしょ、うん、でもさ、そのモンスター出てくるって言ってない時に聞いてくるんですよ。言われへんやろって一回それで聞いてポロリしちゃった。そう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 、あれあれ発表してたっけなとか。なかったな、すいません、それいい攻めです、ね、ラジオでやられたんですよ、それも、ね、すいません、はい、そしてそして、うん、はい、うん、天智くんいつも荒らしてくれる。そう、はい、天智くんですけど、そうですよ、ね、そうですよ、モンスターです。何してるんですかね。であでも、うん、まあ、この良造の部屋には今回で3回目ですね多分。そう、はい、うん、一番最初バキネートやって、うん、その後アリーちゃんとやって、うん、でそれで今回ってことになるんで、うん、あ、そうか、3回目ですね。アリーちゃんだったか、そうだね、はい、まあ、毎回荒らしていってね。いや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 って言いますけど、まあ、なんだかんだなんかスタッフさんとか結構私のこと好きみたいだし。いや、うざうざ今ドリンク片手に背を向けてね、スタッフ後ろですからね、スタッフ終わった後すっごいもう英気のない顔してゲッソリしてますよ、ね、そう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 、毎回終わった後俺吐いてるからね。どんだけですか。これがね、勝ってる時も常にこのテンションだからすごい。あ、確かに。あ、で言いますけど、私結構人と受かる時って結構おとなしいっすよ。おとなしくねえから。おとなしいっすよ。誰情報だ。最初はね、最初はうるさいですけど、最近は無言でもうプロになってきたんで、だんだん私自身がプロの判断になってきたんで。これね、4年前から言ってます。貫禄なのか。そうですね、もう無言で勝ってますね。もう指示出す側ですからね、どっちかっていうと。私結婚しますとか言い出して、なんて言ったら、何？ラギア希少氏と私結婚します。ちょっと言っちゃったんだな。言ってない、言ってない、あっちの世界行っちゃったな。なんか私のことを吹き飛ばしておいて、すいません、あのガノトトスと間違えました。それは面白い。こいつぶっ飛ばしてやろうかなと思う、本当に。いやだってガノトトスだと思ったんですよね。あれはガノトトスだよ。なんだおいこれ。これ面白いね。面白いね。楽しいな。そして今日なんか口数がやはり初回ということで少ないんですけど、美咲さんは、一狩り行こうぜ、うん、テレビのね、うん、方も出てもらってたんですよね、うんうん、そう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 、やっぱりこの二人と区別化していこうかな。ちょっと待って。いやあなたもどちらかというとチム族だからね。そうですよ、似てますよ。でもね、さっきのちょっと打ち合わせの時で分かったよ、はい、どっち側の人かは。そうですよ、いやいやいや、そっち側の人でしたね。あ、でもやっぱり変人は一人でいいじゃないですか。もう枠埋まってる。枠は埋まってるんで。枠って女子会でこんな話ばっかりするんですか。いや、そうです、大体枠の話。何を隠そう、私にひどいあだ名をつけたのはこやつですからね。こやし、何、ちょっと言わないでください。ちょっとこやし、こやしと。いやいやいや、こやし姉さんだったのね。そう、初め、ね、最初こやし姫だったんですよ。そうそうそう、うん、こやしばっかりぶつけてくるから。あ、そうだと。いやだからみんながこやし玉をあまりにぶつけないから、私がじゃあ引き受けるって言って率先して投げてたら、はい、こやし姫、こやし姫お願いします。初めはね、遠慮があったのに、こやし姉さんで、まあ、みんななんかこやしっていうようになって、いやいや、もうこやしそのものになっちゃうんですよ。そうそう、なんかもうバキネーがいる時にはもうこやし玉を持ってかないんですよ。いや、もうなんだよ。いらない、持ってけって。超豪華なやつも思ってるもんね。持ってないわ。さすが小屋氏。いや、小屋氏って言うな。サミスこっち側よ、サミスは。大変だ、おい、今日。めっちゃ大変や。そのラジオのメンバーが決まった時に誰かなと思ってたんですけど、うん、この二人って聞いた時に、うん、これはまずいぞと思って。どういうこと。どのぐらいのペースで喋れば自分がいいのか、どのぐらいイヤホンがうるさいのか、そればっかり気になってます。音量さっき調節して、超小さめにして。最初聞こえなかったからちょっとボリューム上げたら、二人喋り出した瞬間にうるさいと思って。今一番小さくしてます。失礼じゃない、ちょっと。でもこの3人仲いいらしいですよ。うん、さっき打ち合わせの時も思ってました、ね、なんか、はい、すごいいいです。チボンセも行ったでしょ、はい、そうなん、モンハンの、ね、2013年に行ったね、うん、懐かしい。3人でモンハンジャージを着て、うん、お揃いで行きましたね。車でね、はい、運転して、私運転してった。そう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 。へー、でも結構遠いでしょ、4、5時間かかる、ね、結構かかるはず、うん、途中でパーキング寄って、ソフトクリームばっかり食べて。小屋氏はソフトクリーム。ね、形が似てるけど。小屋氏じゃねえわ。いや、形似てるじゃない。宇佐美さん。何の話よ、おい。わかりました。確かに似てる。確かに似てる。あの、帰ります。
帰りますよ。そうでも渋温泉めっちゃ楽しくて、あの限定のご飯とかあるじゃないですか、コラボのね、そうですそうです、あれのクオリティとかがすごい高くてびっくりしましたね。ごはまがらそば、ごはそばとか食べたよ、あったね、料理から狩り箸もねいっぱい、そうです、狩り箸、そう模型とかもあったんで、もう結構満足しましたね、あれは、うん、うんうんうん、飛龍の卵とかとかあったね、でほとんど寝なかったって言ってますね、はい、あ、そう寝ずに、うん、そうです、一人ね、天地は寝てたんですけどね、いや違う違う、さすがさすがね、違う違う違う、で夜通しかろうぜって言ってたのに、うん、真っ先にもう爆睡しだしていややっぱ、ね、眠いじゃないですかもうダメだこいつよう、こんな3人でまとまるな、そう、すいません、本当に、でもあれでしょう、うるさいって怒られなかったですか、温泉で。私はあの結構、まあ、仕事とかではうるさいキャラを演じるんですけれど、うん、プライベートはおとなしいんですよ、割と嘘だ、割と嘘です、絶対嘘だ、嘘です、え、ね、そうですよね、嘘です、嘘です笑顔が怖い、違うよ、でも割と、うん、おとなしいですよ、なんか嘘ですいいよ、もう打ち合わせ中もなんか私結構仕事ではうるさい感じだけど、うん、家で一人でいるときは静かなんですよって、いや当たり前でしょ、一人で喋ってたらおかしいからね、いやでも一人で喋ってますよこの子喋んないですよ、いやマジパネパネとか言ってたじゃん、言わない、それは5年前ぐらいの話5年前は言ってたんだ、5年前の話今持ち出してきても私困りますよ、いやだからなんだかんだ一緒に借り出して長いよね、長いですね、そもそも3人はなんで仲良くなったの、いやだからモンハンですよ正直、どういうルート で最初はどことどこがお友達、初めはあやめちゃんと一緒に、スピードワゴンの小沢さん、小沢さんと、はいはい、があの引き合わせてくれたっていうか、ホリプロメンバーで一緒に狩りをしてて、でチームは元ホリプロメンバーっていうことで、あ、そうです、元ホリプロなので、あ、そうだっけ、はい、小さいの、そっかそっか、だから大先輩なんですよ、あ、そっかそんなことないんですけど、そうでもそれで、まあ、また全然別のところであやめちゃんと仕事が、あやめちゃんじゃないバキネと、そうお仕事が一緒で、間違いない小屋氏と間違いない、じゃあ一番初めはモンハンとか私たちあやめちゃんとかスピラゴの小沢さんとやってて、ツイッターで一回舞台一緒になった時に、そうなんです、一言もほぼ喋ってなかったんだけど、ツイッターでモンハンやるな、始めるなみたいなことを言ってて、あ、じゃあ一緒にやろうって、おいでって言ったら、そうです、カリカリに呼んでもらって、そこからですね、そこからいろんな方と仲良くさせてもらいました、呼ばなければよかったと思ってあのちょっとバキネ絶対嫉妬してるんですよ、私がみんなと仲良くなりすぎてバキネが結構嫉妬してるんですよ、めっちゃ笑ってる、ナイチムめっちゃ笑ってるもう嫌だ、本当に嫌だ、本当にちょっとすげえ絶対しやすかったね、こんなぶっ飛んでると分かんなかった、なんかだって一番最初とか、椿姉さん一緒に狩りとか連れてってくださいみたいな感じだったから、あ、じゃあいいよおいでとかって言ったら、いや小屋小屋ねえやっぱねえとかって言わせてだって一番最初とか、ハンターランク36ぐらいの時に、あのスキルの発動の仕方が全く分かんなくて、スキルゼロでスキルゼロだったからね、いやだってその時にだって、私マジもう最強なんですって言って見たら、なんかあ、アシラなんかウルククスみたいな、もうバラバラで、なんか蜂蜜すらも出てないみたいな、でスキルが、スキルが双剣なのにオートガードがついてたりとか自動防御ね、でも私最強なんです、極めましたとか言ってた、言ってた、だって次長課長の井上さんの前で、私パネッスとか言ってモンハン極めてますからとか言って、井上さんが引くぐらいでもね違うです、最近はその井上さんも私のことを認めてくれたのか、結構狩りを見てたのでくるようになって、諦めたんだわ、私が最近なんかモンハンやりすぎて、井上さんも結構私のことを認めてくれるようになったんですよ、そうだからラージャンとか狩るとき、私一番得意なモンスターがラージャンなんですけれど、ラージャン狩るときは結構必ずの勢いで私を呼んでくれるんです、よかったね、そうよかったね、嫉妬すんなよまあそんな感じですね、いや周りはね震え上がりますよ、だってイノ様に初めて会って、私イノ様超えたんでとか言ってこいつつわもんだなこいつみたいな、で周りのね後輩の芸人さんとか、おいとんでもないみたいになって、そうあっさー、懐かしい、面白いな、いやでもめちゃめちゃですもんね、めちゃめちゃですよね、本当に、結局あの 4G すげえやったじゃん、やってたじゃん、まあめちゃくちゃやりましたね、あれ1ヶ月で500時間行ったんだっけ、1ヶ月半ぐらいかな、で行ったよね、そうです、発売して1週間でプレイ時間がもう100時間超えてるっていう、そうそうそう、そうめちゃくちゃやってて、で武器もとりあえずもう全部使えるようになってっていう結構な成長をね、
でもこの前思いました、はい、本当に上手になったなと思って、本当に罠のタイミングだったりとか、うん、全てにおいてもうすごい成長してると思って、あ そ, うそれまで何ちゅうとこに罠張ってんねんとか、うん、そんな端っこに どこに線香玉投げてんのとか、そうあと勝ち上げるのは味方だけとかであの定型部でガンと落とすかと思いました。定型部に入れてるのか、あれ定型部に入れてありましたね。定型部が全部意味不明で、そう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 、何やってる、そうそうじゃない、もうね譲れないんですよ、なんかいろいろありましたけど、乗った時とかね意味が分かんないセリフだから何やったのかパッと見分かんなくて、あ、じゃあ乗った時は任せロリとかだったんですよ。そうだ身が任せロリだよ、任せロリとかだったんですよ。でも最近はそのオラ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 みたいな、だから乗ったのか乗ってないのか分かんない分かんない、何したのか分かんない、オラオラだけだから。そう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 、まあそんな感じ、まあでも結構定型文もね、あれね、今の早々は何も考えてない、考えてない、絶対考えてない、でも定型文は結構、私は結構もう宅配便来ましたとか、もう意味が分かんない、いろいろ作ってますよ、いろいろね、何を言ってるんでしょうね、ちょっと分かんないですね、誰も得しないトークでしたもんね、誰もね、そうね、完全に。でもプライベートでも遊ぶの3人はね、だからその旅行も行ったりと か,、ね、うん、なんかカラオケボックスとかで一緒に集まったりとか、でも大体モンハンが推してることが多いんで、そう大体、ね、ここ3人を投げてくれたのはモンハン、モンハンかマージャンかですよね、そんなことない女子会じゃないの、女子会じゃないの、俺が一番まともじゃねえか、一番はモンハン、常に、ま、モンハンやってる、マ、ま、ーってマーって言っちゃったらさ、マーってあやなちゃんもう壊れてる、もうやだ、もう2人に毒されてきたもん、仲いいだけありますね。で一番やめちゃんとやってた時は、うん、あの何やばい、ね、お家に帰ったらオンラインでつながって、はい、仕事で一瞬ばらけて、仕事終わったらすぐカラオケボックスで集まって、朝5時まで、朝5時までカラオケボックス買って、その後お家で、違うよ、ファミリーレストランとかに行って、ファミリーレストランとか行くんですね、でそうそうそう9時ぐらいまでやって、で解散してお家で2時間ぐらい寝て、そう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 、でもあやめちゃんは毎回寝落ちするんですよ。あ、そうなんだ。でも寝落ちしてるのに、絶対寝てるのにちゃんと頭にハンマー当てに来るんですよ。すごい、しかもちゃんと素材取ってるらしくって、そう、そうちゃんと剥いでるんですよ、覚えてないんですけど、すごいね、だほんと染みついてるんですよ、うん、すごい、聞いてる限りあやめちゃん結構すごい、いやめっちゃうまい、ちゃんと聞いてないですけど、いつからやってるのモンスターハンター、モンハンはセカンド G から、あ、じゃあ結構前で7年8年、うんうん、ぐらいやって、最初 G からやっ、あ、トライからやったんですよ実は、あ、ウィーの方が、ウィーの方が戻ったってこと、はい、トライをやってて、うん、セカンド G に行って、うん、そこからセカンド G から全部やってるんですけど、あ、そうか、トライって1回戻ったんだね、トライからだったんですよ、へー、で最初なんか初めてハマったゲームだったんで、ゲームとかそれまでやったことなくって、うんうん、あ、そう、ほとんど、そうだよね、他もやってないよね、何もやってない時にすごい難しいかもと思ったんですけど、うん、やり始めるとものすごくすぐにハマっちゃって、誰よりもストイックでしたよ。あ、そうだって一緒にモンハン合宿とか行っても、うんうん、なんか誰かと二人で闘技場 AS 取るまでずっとやってんですよ。そうだね、そうだそうだ、あと勲章マニアなんで、うん、勲章全部取れてからがモンハンスタートだと思ってるんで、うんうんうん、すごいね、うん、でもこういうの女性の方が結構あれなんですよね、意外にね、こだわりがね、そうかもしれないですね、集めたくなっちゃうのかな、4000時間ぐらいはやってます、すごいですね、うん、あらあら、こういう人がまだ隠れてたんですね。ね、本当。結構好きなことねばらけるのに、あやめちゃん結構まんべんなく何でもやってます、うん、やってるよね、すごい、でもなんかサード G まではいろいろそのちょこちょこ武器を、うん、トライ G まではやってたんですけど、うんうん、4からハンマーだけ絞って、まあ闘技場の S とか出すときは別なんですけど、うん、もちろんやりますよ、うん、でも、うん、それ以外はハンマーが突き抜けてて、うん、今1000以上1500とかやって、あ、そう、うん、やってますね、こんな女子会ある？あるある、ある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 、フルフル可愛い、やだー、そっちでしょ、捕まったら逃げれないそう、ね、イメージ、それはイメージ、それはイメージ、1500回使ってますよ、現状はこれです
そうです、現実はこれなんですか。だってモンハンのライングループとか作ってて、一時期あやめちゃん毎日あの闘技場のケチャワチャの S が取れないって、毎日朝から晩までケチャワチャ行きませんか、ケチャワチャ行きませんか、ケチャワチャ行きませんか、ケチャワチャ行きませんかってずっと書いてて、ケチャワチャもう何百回でも1000回ぐらいやってるんですよ、うん、もう全然取れなくて、あれが結構ね、うん、難しかったんだよね。だからもう見てすぐ、うんうんうん、あの入ってあこれ無理って思ったら、うん、あのリタイアっていうのがあったんですけど、それ見て分かるようになったんですよね。ケチャワチャはちょっと動きがね、そう、そうですね、ブレるからね、あのすごいぶら下がる時もあれば、そう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 、普通に戦ってくれる時もあるので、うんうん、いや一時期それで見てる方もケチャワチャ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 ずっと心配しましたもんね、逆にケチャワチャすぎて。でも取れた時あんなに時間かかってたのに、うん、ほんと3分とか2分とかでいけたんで、うんうん、え今まで努力してきたこと何だったのっていうぐらい武器変えた瞬間に取れたんですよ、うん、あ慣れてる武器とかもね、まあ、うん、そんなありますからね、モンハンってね、はい、深い女子会かな、女子会大丈夫ですかね、うん、大丈夫ですよ、すごいね、うん、ねえ、いやもう3人ともね仲いいのもありますけど、うん、結構もうずっとじゃあシリーズ通してやってくれてる感じで、うん、ね、うんうん、まあ大体話してくることがモンハンに関してだいぶマニアックなことばっかりなんですからね。いや、ね、そんなことないよね、割と可愛いところもあるよ。あ、本当か、果たしてモンスター好きなモンスターは何、好きなモンスターヤンクックですかね。おお先生可愛いから、ヤンクック、うん、なんかあの一番最初に戦ったモンスターだったので、やっぱりあの思い入れがあるなっていう、なるほど、ね、クック人気ですからね、可愛いね、クック先生、うん、店長は私ね、あれです、あれです、ラギアクルス、カラス、カラス、カラス、あのあれです、ガプラス、ガプラス、違う違う違う、トゥルトゥルトゥルトゥてるてるてるってやつです、あのギルクエにいる、あの一番好きな名前出てこないんですよね、一番好きなんじゃなくてあれですよ、ドスガレオスじゃなくて、ね、モンハンの話だよね。そうそうそう、あの素材の名前がカラスです、黒カラス、あ、ヤンガルルガ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 、あれ本当に好きで、あれ何好きかっていうと、うん、いやもちろんラギアクラス、ラギアクラス言えてないし、ラギアクラス言ってるからね、ラギアクラスもの希少種とかも好きなんですけれど、うん、かっこいいもんね、そうなんですよ、ヤンガルルガの音楽あるじゃないですか、 あれがすごい好きなんですよ、なるほど、はい、私 4G だとヤンガルルガと、あとナズチの大ナズチの、はい、曲も好きで、曲がかる系はすごいよね、ゴグマジオスの、あの大砲をね、当てた瞬間の曲とかも好きですし、そしたら昔だけどアルバトリオンすごく好きだった、アルバトリオンいいですね、でもラオシャンロンもそうですよね、途中から英雄の証が流れる、そう、あれは燃えますよね、あれ燃えます、あれを聞くために私毎日ゴグマを5回ぐらい買ってましたもんね、買ってた買ってた、そう買ってて、それで絶対になんか G 級のなんていう、もうクエストを解放するじゃないですか一番最後、うん、その時に私絶対にゴグマジオスハンターって言われてたぐらい、うん、なんかちょっとクエストをちょっと手伝ってくださいって言われて、うん、行ったら本当に 90% に、ね、そうゴグマジオスだったっていう、やばくないですか、部屋行ったら必ずゴグマジオス、あいつなら来るぞみたいな、そうあいつ手伝ってくれるぞみたいな、うん、ありがたい、人数集まらないとしんどいですからね、うん、でも楽しいですけどね、楽しい、うん、しかも 4G からあのハンマー、うん、あの勝ち上げで乗れるようになったりとかしたじゃないですか、だからハンマー使いのすごく嬉しい機能で、まあそうね、で今まで本当にハンマー勝ち上げちゃったらごめんなさいっていう定型文を打ちながらやってたんで、それはすごく嬉しいなと思いました、確かに、うん、ハンマーですもんね、この二人に何回勝ち上げられたか分かんないです私モンハン史上で、いやまあそれはね本当は現実世界でもね勝ち上げたいですけどねできるもんならできるもんならこいつ本当にちょっと喧嘩しないでなんだこれじゃあまあいろいろね、うん、話しましたけど、うん、これフェスタの話もしてこなあかんのちゃうもん、そうだってこの間テンチムさん来てくれたし、うん、フェスタ、はい、そう東京会場にね、そうです、うん、来てくれてたのこっそりと、はい、うんうん、行きました、もうすごかったです、もう人もすごいし、うん、まあそのなんでも写真ブースとかもちゃんとあるし、うん、やっぱそのね、うん、限定クエストとかもすごい行列でしたね、うん、やっぱりレポート下手くそだったのに違う違う違う、やっぱりしか言ってない、もうちょっとさ楽しそうに言ってよ、うん、あやっぱり、ね、でなんか私わかりましたわかりました、であのね一番なんかやっぱ燃えたのが、うん、あのご飯あるじゃないですか、うん、もうなんかモンハン屋台っていう風になってて、そうそうそう、モンハンみたいな、モンハンみたいなっていうかモンハンをモチーフにしたご飯がいっぱい並んでて下手くそか
本当に。何がご飯だよ。でそれがすごい美味しいのと、あとなんか私ラージャンいるじゃないですか、うん、ラージャンが結構面白かったです。ダメだ、小学生みたいな感想。ラージャンが面白かったです。あとね、あのアイルとか等身大で、うん、あの出てるんですよ。どこにどこにキャラクターが出てるっていうか、どこに出てんの、なんかなんていうんですか、着ぐるみというかいるじゃないですか。着ぐるみって、着ぐるみじゃない、着ぐるみじゃない。アイル、あのアイル等身大じゃない。もうダメだね。本当にフェスタ行ったんだよね。行きました、行きました、本当に行きました、本当に行きましたよ。そう、ちょっと写真で仕上げて、こんなんやね。これで合ってますよね、このフェスタですよね。あ、違うこと言ってたんじゃないの。そう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 、違う国に行った。これです、これです。このフェスタ、このフェスタ、そうなんです。なんかね、すごいんです。なんか写真見て感想。誰でも言えんだよ、そんな。そうだよ、写真見て感想言えば。ラージャンが面白かったです。ラージャンはトリックアートでしたっけ？写真撮れるんですよね。でもね、やっぱね、見られて。そう、ゲッターズ飯田さんのモンハン占いだとか、もうステージとかもいろいろあって、うん、もう豪華なゲストでしたよね。豪華。覚えてないじゃん。覚えてないじゃん。ね、わかりますよ。歌広場さんと後藤真希さんでしたよね。そうそうそう。なのでもうすごい、これ写真見て言ってましたよね。違う。写真見てないです。本当に見てないですよ。ね、素晴らしい。全部カットしていいぐらい。いや、そうだ。その時に誘われてたんですよ、一緒に。はい。でも私仕事行けなくて。ああ、そっか、うん、そっか。いろいろいました、やっぱり行ってる方で。いろいろいました。いろいろいました。この普段塾の子とか。ああ。ね、はい、てくれてた、うん、でもあのこんがり肉すぐ売り切れちゃってたらしいですよね。そうなの、あ、そうなのかな。いいな。そう、私大学の女の子の友達たちが、うん、モンハン 4G で再燃して、うん、あのフェストまで行って、うん、あのこんがり肉食べに行ったら売り切れてたって言って連絡して、あ、そうなんだ、大人気だったって言ってました。食べたい、うん、すごい人多くて、しかも女子が特に、この間の名古屋が一番多かったですかね。名古屋多かった、すごく多かった、ね、すごい女子率だった、今回あの女子に人気なのはあのキャンディーね、あれね、うん、キャンディーショータイムさんとコラボレーションしてるやつ、あれもね、いいですよね、あれちっちゃいキャンディーですよね。そうそうそう、ちっちゃいキャンディーで、金太郎飴みたいな、あ、金太郎飴みたいな、手作りの、はいはい、で作ってなんかカリって書いてたり、天輪の形してたりとか、隠しであったりとか、うん、そういうのがあるんでね、うん、これフェスタまだあるんで、はい、どこが残ってるか、この時期は。あとはですね、2月の22日が大阪です、はい、インテックス大阪があって、うんうんうん、その後の3月8日が福岡西日本総合展示場なので、まあ、小倉ですね、そうですね、になります、うん、はい、ぜひまあ来てくださいね、はい、はい、大阪はね、カプコン地元でもありますし、ぜひ来てもらえたらと思いますね、はい、はい、じゃあ続いていっちゃいましょうか、モンハンの最新情報、うん、はい、配信関連の最新情報などもおさらいしたいと思います。はい、ちょっと待ってね、どれかな、はい、これ毎回結構ね、配信のお話してきましたけど、はいはい、メトロイドのコラボ一般配信日が、うん、ようやく、はい、決定したということで、こちらはですね、2月の20日、うん、から午後からですね、メトロイドの、コラボ装備が手に入れれるダウンロードクエスト、こちらの方一般配信いたしますと、はい、はい、これはあのガンナーですね、うん、メトロイドってゲーム知ってますよね、うんうんうん、あ、もちろん知ってますよ、はい、あの音もね、このメトロイドのね、音が入ったりして、わー、すごい、そう、これガンナーで打つんですけど、その時もピシュピシュピシュってこう、その時の音が鳴ったりとか、うん、多分ね、店長知らないです、下振りしたかぶりしてます、ね、ました、すいません、あの私若いんでごめんなさい若いんでごめんなさい、皆さん誰か勝ち上げろうまいこと言うな、ね、誰か勝ち上げろよ、さすがさすが、はい、でね、いよいよもうこれ配信してますけど、皆さん結構待ってるという声もあったんですけど、 G 級のダレン・モーランのクエストももう配信されてますので、はい、皆さんぜひそちらの方もやってもらったらと思いますと、あとですね、配信もまだまだありますんで、そちらのこれからの配信のクエストとかも楽しみにしておいてください。はい、はい、ありました。そしてぜひお出かけしてほしいのがですね、ただいま絶賛開催中です、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのモンスターハンター・ザ・リアル2015、はい、こっちもね、はいはい、楽しいですから。これ天地ムースさんとか皆さんまだ行ってないですよね。あのね、私それ3月に行くんですよ。おお、はい、マジで3月にマジで行きます。すごい楽しみだから、その時にモンハンのコスプレしながら、そう、等身大のね、なんかモンスターの前で写真撮るのが夢なんです、うん、夢なんです来月かな、あるんですじゃないんかい、そう、夢なんです。また下手な感想も、もう超下手って言うんでしょ、小学生の絵日記みたいな、いいんで、あのね、いいんです、女はこれぐらいが可愛いんですよ、自分で言うなよ普段の行動から全然ダメだわ。え、モンハンのコスプレするの、何すんの、しようかなと思って。本当にモンスター、はい、モンスターじゃないですよ、ババコンガ、違いますよ、全然私ババアじゃないんで、誰かと違う
がね、勝ち上げて勝ち上げて小屋そう小屋そう、もう三段とかでいい、三段とかで。でも本当に、まあ、キリン装備、まあ、一番マジで、ね、キリン装備かもナルガの装備、寒いよでも、うん、あ、じゃあやめましょうか、じゃあやめましょう、見たい諦めんの早っ。でも暖かいところだと、そうアシュラ装備とかが暖かいかなと思って、でもね今回ね、この陣王が見れるところは室内なんですよ。あ、そうなんだ、うんうんうん、なんかあの風とかは大丈夫ですよ、こっちは今回は。セルレギオスは外ですけどね、うん、あ、はいはいはい、セルレギオスは私ウサミスと一緒に新宿駅前にね、そうそうそう見に行ったの。それよりまだこう、あれバルーンだったでしょ、あれは。あ、はいはい、そうです、ね、うん、あの USJ にあるのはバルーンじゃないですよ、超リアルな、あれすごかったね、うん、気になる。しかもあのセルレギオスってこう鱗のところが結構特徴的でしょ、はい、うん、ギザギザ、はい、ね、で、あれ結構ね、あの特殊な塗装をしてもらったんで、はい、こう見る角度とか光の加減で結構色が変わる。そうなんだ、うん、昼も夜もかっこいいし、ね、そうそう、うん、見どころがあるんですね。あるでしょ満載ですねじゃないよ。もうやだ本当に。なやめちゃんどうなってしてこない、面白い。コメント下手やったら言わんかったらいいよ。いいよ言わなくて本当に、ね、しばらく黙ってていいよ、やだ、はい、あ、 あとね、あのコラボ装備をがね、だ、あの先行配信が、あの、うん、クエストの先行配信とかもありますので、はい、あの詳しくはホームページ見てもらえばと思うんですけど、これ絶賛開催中ですので、コラボフードとかもね、はい、あったりとかもしますんで、うんうんうん、これはね必ず行ってください。ジンオーガーね、あの今回特殊効果、雷ですね、ジンオーガーの、はい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 、あの超帯電状態とかも再現してるんで、うんうんうん、かなり見応えがあります、はい、え、光ってるってこと、いうことですかね。それはちょっと見てからのお楽しみじゃないですか。うざっ、うざっ、今のうまいじゃないですか。行ってからのお楽しみっていうのね、今の良かったですよね。もっとつまみ出して、つまみ出して見どころあるんですね。すいません本当に、すいませんね、あやめちゃんも早まろう、本当にすいません、こんなモンスター連れてきちゃって本当すいません、見どころあるんですね、本当すいません。でも3月行ってからの感想期待してるんで、ぜひあげてください。もちろんです、絶対楽しみに。そしてさっきなんかね、そうそう、収録前に、うん、テンチームが手袋をつけてました。あ、そうね、これグッズ、はい、これですね、うん、今目の前にあるんですけれど、はい、これなんかあのモンハン の、 あのスマホ対応手袋、うん、って書いてあって、これ新しいグッズかな。そうそう、あったかい、すごくなんかウルクとマフモフの装備なんですけれど、うん、なんかすごいあったかくて、頑張れ、これでスマホいじれるんだって思ったら可愛いし、うん、すごいいいなって思ってます。下手くそだよ本当に。あのほらちょっとね、寒いところでやるときに。そうそう、いやでも良くないですか、だってスマホってやっぱ手袋とかあるとかさばったりするじゃないですか。どういうこと、こういうあのかさばるっていうか、そうかさばるっていうか打てないじゃないですか、うん、かさばりはしない、そうかさばりはしないけど、でもそれがこんな可愛い、うん、あの手袋をつけてスマホがいじれるなんて、うん、もう最高でございますよね、うん、ちょうどね甲のところにねラインが入ってる、はい、そうです、ね、可愛い、もう本当に装備って感じの手袋です、うん、もうこれもあやめちゃんみたいにちゃんと具体的な説明をしなさいよ、ラジオなんだから、あやめちゃん説明してください、お願いします。2種類あるんですね。2種類あるんです、うん、ウルク装備とマフモフ装備があるのね、うん、そうです、ウルク装備とマフモフ装備があります。お前には聞いてない、お前には聞いてない、モンスターハンタースマホ対応手袋です。棒読みやん。もう大変今日、なんだこれ、これ全部持ってくから、もう買えるやつなんですかこれ。2月26日発売予定で、26、はい、26なんだ、もうちょいだ、なんと、はい、2000円で買えます。安い、片手1000円だ、ね、ウサミス、そういうこと言うの、ウサミスね、今日から営業妨害をするな。ウサチムになります、ウサチムに、ウサチムです、こっちか、こっちか、きついな、きついな、スマホ対逮捕だね。ちょっと待って、大丈夫かみんな。スマホ対応の手袋ってちょっとお高かったりするじゃないですか。うん、ああ、そうですね。うん、このなんかあのなんていうの、装備も、うん、あのありつつの、うん、この安さってすごくいいですよね。だし、あの本当にあったかいです。そう、だし見どころ、見どころがない。お前には聞いてない。じゃあなんかパッと見2000円でスマホも対応って言うと、あ、もしかしたら薄かったりする。そうだよ。そうなの？そこまで疑り深くないわ。いやでもさすがウルクとマフモフって感じですね。すごいあったかいです。あったかいし、あのゲームに出てくるようなあったかさがあるっていう。うん、はい、あ、素晴らしいですね。あやめちゃん、さすが。誰かあやめちゃん
ム勝ち飛ばして私が言いたい雪山にぴったりですね、可愛いですね、大変だぞ、可愛い、はい、ということで2月下旬なのでね、はい、ホワイトデーにもぜひあげてください。はい、でここからは、うん、何ですか、あ、たまにはメールを紹介しなさいと、あ、メールいうことで、はい、メールくださいくださいって言うようになってからね、だいぶメールくれるようになりまして、うん、皆さん、あ、ありがとうございます。いつも喋りすぎてなかなか読めないんで、うん、じゃあ今日は、うん、今日は行きましょう、今日はね、ま、ちょうどいいタイミングのやつがあったんで、これ行きましょうか、行きましょうか、はい、じゃあハンターネームなるみさんからのメールです、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、両蔵の部屋いつも楽しく聞いて見ています、うん、私はモンハンを4から始めたんですが、みるみるハマってしまい、今ではイベントに行ったり番組をチェックしたり、とにかくモンハンが大好きです。そしてつい先日夜中にオンラインで部屋を探していると、見覚えのあるハンターネームがありました。なんとそれはテンチムさんでした。ありがとうございます、ご愁傷さまありがとうございます。でチャットでお話をしてギルカをもらって一緒に狩りに行きました。嬉しくて眠れませんでした。嬉しい、一人でやるのも友達とやるのも知らない人とやるのも楽しいモンハン、なんと芸能人の方とこんな巡り合わせで狩りにも行けるモンハン、もうたまりません、うん、また開発の方や有名人の方とどこかで会えるかなと思うとワクワクしています。ありがとうございます。今すぐギルカは捨てた方がいいと思うんですよ。なんかあるんですか、ね、天然と出ない呪いが、なんですか、しましょう、天チムじゃなかったらすごくいいお話だ、そうです、何それ、なんか天チムってだけですごく色あせちゃう、なんですか、コメントが下手になるっていうスキルを発動してしまうから、コメントが下手になるんですよ。いやでも3で発動だもんね。そうでも結構私すごくオンラインで勝ったりするんですよ。フリーでやるの、はい、そうです、そうです。なんかまあ友達も買ったりもするんですけれど、でもなんか今は結構オンラインで買うことが多くて、うんうん、でその時もな、本当にこのなるみさんに会った時ももしかして天智ちゃんですかっていう風に聞かれたりもしたんですけれど、なるみさん以外からもやっぱ飼ってるともしかして天智みたいな、うん、そういう感じで聞かれたりとか、それなんていうの、うんっていうの、それはどうかなって。いや、ましいよ。定型部に入ってるんだ。それは入ってるの。それはどうかなって。困ったですね。そう。でも一応そのギルドカードとかは一応買った人とかには、うん、そうですね、一応渡したりとか、なんかすごく楽しく買わせてもらってます。でもなんかたまにさ、ハンターネーム前違くなかった、なんか天下林とかじゃなかったっけ？今天下姫とかなんか、トライGの時は天下姫。うん、でそれでフォーの時は。うん、天なんとかで知らねえよ。で、今はローマ字で天下林ですね。はい、ローマ字でアットマークとかつけて、つけてつけて、結構強そうに見えるような感じで。いや強そうに見えるじゃない。4Gからやり直したんだっけ。いやー、あ、引き継ぎました。あ、引き継いだ、あ、引き継いだから、名前一緒じゃん。名前一緒じゃん。変なんだ。変なんだ、変なんだ。なんでやろうと思って。名前一緒じゃないですか。ほんと何も考えないで喋ってる、ほんとに。そうそう。いや、でもね、ほんとにね、楽しくて、で、自慢じゃないんですけれど、うん、なんか私がすごいモンハンが好きすぎて、うん、なんかモンハンを愛しすぎて、私のツイッターとか見てるフォロワーさんが、モンハンをめっちゃ買ってくれてるんでらしいんですよ。おー。嬉しくないですか？ありがとう、ありがとう。すごいね、更新してくれてる。でもほんとにそうで、天地の周りの、要はちょっとギャルっぽい子とか若い子たちが一緒に結構やりだしてるね、うん、そうです、そうです、そうです。だ女の子とかでもやっぱ最近やってくれる子が多くて、うん、すごいなんか、うん、ゲームってパッと見やっぱ男の人がやってるイメージがあるじゃないですか、うんうんうん、でもモンハンはやっぱその枠を超えるじゃないですけれど、そうすごいなんかいい作品だなって思います。なんで最後最後のフェリシャいい話だったけどね、話はねえ、最後の一言がちょっと弱かった、さすがでございます、ね、いい、でも声かけるっていいね、うん、はい、え、お二人もフリーでやるんですか？私もやります、全然やります。名前はバレない？私美咲あやめでやってます。あ、そのまま、超モデルよね。でも逆にね、そのままの方が怪しまれる、はい、あ、ファンの人みたいな感じになる。そう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 、え、じゃあバレたことないの？いや別にどっちでもいいんですよね。あとあのたまにツイッターでオンライン募集って言って、うん、あのファンの人と買ったりとかしてるので、あの楽しくやらせていいんですね、はい、みんな優しい、みんな優しいです、優しい、私とか借り終わった後小屋下もぶつけられたり、マジでゾモーゾモーだぜよっしゃ持ってやれ持ってやれ、あと始まろうとし
したら三段でババババとか。ナイスナイスいいじゃん。もっとやれって何よちょっと。ナイスって何よ。いいですね。ぜひバキネートがあるときはぜひそれやってほしいですね。もうやめてほしい。ナイスだわ。ナイスじゃないわ。面白いですね。ねえいろんな交流があって失礼なのでやめてくださいね皆さん。あおかしい。いやでも面白いですね。メール他にもたくさんいただいてますが、はい。とりあえずいっぱいもらえるようになって嬉しい限りでございます。もっともっとくださいね。はい。今回も辻本さんの机の周りのグッズをはい机の周りのグッズを送ります。はい、はい、ということでそろそろお時間ということなんですが、はい、今回のゲストさんとのトークはここまでなんですけども、うん、なんか今日から新しいコーナーが始まるということで、はいはい、新しいコーナーが実は始まりまして、うん、まあこの番組の聞いてる方なら皆さん知ってると思うんですけど、ハンターダオカこと岡田義則くん、うん、こちらのね義則くんとですね毎回タイトル発売するごとにですね極狩り企画っていうのをやっててですね、うん、はい、それの 4G バージョンを、うん、今回今やってまして、うん、それをですね今までウェブの方で展開してたんですけどウェブの方でもやってるんですけど、うん、この良造の部屋でもですねちょっと一部お見せしていこうかと思っててですね、はい、まあ、この極狩りっていうのがですね岡田くんにこういろんなこう課題を出すんですね。でそれをクリアできるかどうかっていうやつをやってて、昔はね、すごいレアな、素材を何個やったかな10個やったかな30個やったかな33個、うん、岡田くんの年の数だけ集めてくださいとか、うん、私それ手伝ったことあります。あ本当、はい、岡田さんに、うん、この番組だったんですね。そうそうそう私何個か集めないといけないからって言って、うん12個手伝ったんですよ。おそうすごい、すごいマジでこの番組だったんで知らなかったんですけど。あそうですよ言ってました自分の年の数なんかを集めるレアのやつ集めないといけなくってそう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 ガチ感ありますねガチガチ、うんね、その前日までやってたんですよ。あそうなの収録の明日収録だから お願いです手伝ってくださいって来た。あそうなんだそれので次の日の収録で、うん、最後の33個目を僕と一緒に集めるっていうやつだったんですよ。すごいそうだ、うん、一緒に共同作業だったんですね。本当前日までそうだったんだ。ガチでやって、ちょっと手助けできてよかった。いや本当だ、うん、いいなこのアシスタント、うん、あれ何の話だ小屋しぶりよ、はい、誰にちょっとなんでよ誰にやねで、まあ、今回もですねお題っていうのをですね、うん、まあ出したんですけど、うんまあ、それがですね進捗の方がどうなってるかというところでですね、はい、フェスタの札幌会場からお届けいたしますというところで、ここからは、その様子を見ていただくということになります、うん、はいというわけでじゃあちょっとこの岡田義則くんの極狩り報じ見てください。良造の部屋をご視聴の皆さんこんにちは。ハンターダオカこと岡田義則です。極狩りの 4G 版が先日モンハン部にてスタートしました。イエーイ。でですね今回からは良造の部屋の1コーナーとしてお送りします。で今回はモンスターハンターフェスタの札幌会場に来てます。そしてこのメインステージのゲストで来ているんです。出番は終わりました。なのでお疲れ様です。なのでまずはね今回のお題をおさらいしましょう、はいはい、1、辻元 P からの挑戦状。これはメインターゲットはですねラージャン1頭の狩猟とドスランポス1頭の狩猟のギルドクエストですね。このギルドクエストを自分で見つける、自分で見つけるんです。人からもらったりとかはダメってことですね、はい、そんで入手装備なんですけど稽古武器っていうのがありましてこれなぜかハンマーなんですよね。僕ハンマーは全く使わないんですけど、はい、誰が一番身近で使うかなっていうと、はいはい、P なんですよね。なるほど、辻の方の P なんですよね。多分これは自分が欲しいんじゃないかと、はい、それをお題にしてきたんじゃないかと思いますけど、はい、頑張りましょう、はい、まだ見つかってませんねこれはね。2、極狩り最終目標ジンオーガのギルドクエストをレベル140まで上げる、はい、最終回で、まあ、ジンオーガレベルの140に挑戦しましてねクリアを目指すっていうことなんですけども、はい、どうですか進捗度合いは。今ですよ本当にこの取材を始める今です。やっとフルフルと大名座並の探索が出たんですよ。今ずーっと何十回ってやってきて今フルフルが出なかったんですよずっと。岡田さん、はい、今ですよ残りあと10日です。10日で1回捕まえちゃえば早いんですよ。なるほどなるほど。そっからもう
端的にそれをずっとこなせばいいので、そこからもうね楽しくなってくるんですけど、ここまでが結構大変なんですね。今やってるんですね、うん、今これからもうまさにクエストに出発する前にコンコンできたんで今合わせてやってますけどね、はいはいはい、でですねご褒美がなんと辻 B からの挑戦状をクリアした際には、まあ、今、ね、USJ ですか、はい、モンスターハンターザリアルにご褒美の旅行がありまして、で極限の最終目標をクリアできればなんとこの私が良三の部屋を乗っ取り吉典の部屋にできると。素晴らしい、そう素晴らしい独占企画ですねこれは。で1で挑戦状と2つ両方ともクリアできた場合はなんと僕のデザインでモンスターハンターのグッズが作れるというなんか制作権をもらいました。本当ですか。はい、もらいました。すごい。で罰ゲームはモンスターハンターザリアルに行って視聴者に自腹でお土産が買ってくる。これ自分で言い出したことですね、俺ね、うん、自分で言い出したことを自分でやるっていう多分面白い結末になるかもしれませんけれども、進行状況は今言った通りですね。本当にずっとその自分で見つけるために探索出てどんどんやってたんですけど全然見つからず、その間にその前にいただいた人王が、人ども人王がをちょこちょこやってましたけれども、それは今どれぐらい100ぐらいもですね。あと40ぐらいです、ね、あと40ぐらいでも一人でですからほぼ、うん、あの全然皆さんでやってもらっていいんで、うん、今はとりあえず一人どこまでいけるかっていうので、うん、6、7ぐらいは上げましたけど一人限界かなと思ってたんでそろそろ助けを求めます。なるほど、まだ長いです。でもまあ本当にさっきも言ったんですけど捕まえちゃえばなんですよね。自分で見つけちゃえばあと早いんで、うん、人形が本当にもういやっていうぐらいやりましたから。で今回また動きが変わっててね楽しいので、フェスタ札幌来ましたけれども、あのね前回来た時よりまた熱気が増してる気がしますね。人気が上がってるというかなんていうんですかね、年齢層がもっと広がってる感じがします。ちっちゃい子も多くて、なんか男性の人がまた逆に増えてきてて、女性もか、逆に女性が増えてるのかな。女性も多いですね。なんかすごくいろんな年齢層の方がいて楽しいなと思いましたけど。メッセージどうでした。メッセージ緊張しましたね。緊張しましたけど楽しかったですよ。その盛り上がってました。みんな真剣にやっぱ見てくれましたよね。クイズとかもやってました。クイズもやって、クイズは全然ボロボロでしたけどやっぱみんなすごいなと思いますよ。こうみんなの力でこう、まあ、やらせてもらってるなって感じですよね、こっちは。はい、うん、残すところ、はい、大阪と福岡も、はい、またね血が熱いところですから、はい、盛り上がると思いますね、これは。次回はあの応援メッセージをお待ちしてますからね、次回の配信で取り上げられるものは読みます、で読ませていただいた方にはなんとサイン入りのモンハングッズをお送りしますので、岡田さんのサイン、はい、僕のサイン入りです。だから皆さんぜひ送ってください、はい、さあ次回はどのぐらいね、どのぐらい進んでるかとかいうレベルじゃないですからね。もうやりましょうか。そうから始まる。ないのって言ったらそこでパターンですからね。そうです、もう企画終了、そうですね、もう罰ゲーム、その時点ですぐ大阪に行ってこいってなりますからね僕は。そっちの主力になっちゃう。そうですね、そっちの主力になっちゃいますからね、はい、まあそういうのならないように、はい、今からフルフルと大名のささみの探索に行ってきますちょうど、はい、ちょうど来たよ、やっと来た。3月5日、はい、5日チャレンジね、お題にチャレンジしましょう。はい、3月5日よろしくお願いします。モンスターハンター 4G 大好評発売中。武器アクションの追加、狩りをサポートするオトモアイルーのパワーアップ、マルチプレイを快適に楽しむ追加機能の導入、そしてさらに高みを目指す GQ クエストなど圧倒的ボリュームを遊び尽くそう。モンスターハンター4のセーブデータをほぼ引き継いで始めることも、新たに最初から冒険を始めることも可能で、どちらでも存分に楽しめること間違いなし。さらに定期的に配信を予定しているダウンロードコンテンツには、新たな試みとしてショートストーリーが楽しめるエピソードクエストが登場。1エピソードは3話構成で展開し、クエストクリア後にはご褒美ももらえるぞ。さあ今こそ GQ へ駆り出せ。パプコン、さ
あということでついにエンディングになってしまいましたが、うん、はいはい、今回のゲストのお三方はですね、残念ながら次回の番組にも来てくれちょっとちょっとちょっと残念ながらなんですかちょっとちょっと本当残念ですね。もう次からね小屋ミスになるからねもう原型がほぼない小屋ミスになるから一番原型のある方がなくなってもらう確かに私がねなくなっちゃうのも嫌ですけど、まあ、はいはい、とりあえず今回の番組がエンディングということなので、うん、あの放送日に合わせてですねお知らせとかがあればそうですね、ここでしてほしいなと思うんですけど、うん、じゃあ年齢順でいきますかじゃあ私最後いやいやいやちょっと黙ってくださいちょっと黙ってくださ い, い, やいやどういうこと風当たりきつけるんですかまあちょっとツイッターやってるのでアットマークやなつばきで本当ゲームのことばっかつぶれてますけど、うん、はい、よかったらフォローしてください、うん、はい、私もツイッター、あやめ0426でやっていて、3月4日他に相棒の18話にメインゲストとして出させていただくのでぜひ見てください。お楽しみですね。はい、テンチムツイッターはアットマークテンチムアンダーバー1119で、まあ、告知としてまし告知としましてはコメント下手だな噛んでねえねえ素人さんだよね違います、素人さんかな。聞いてください私の告知皆さん、はい、告知なんですけれど3月の下旬ちょっと3月の下旬に映画にちょっと出させてもらうんですけれど、はい、映画のタイトルなんだっけマジかよマネージャーさん助けて白いよ。そう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 、表と裏という映画で、まあ、その簡単なのに何お地蔵さんやかなんか違いますよ、主人公の方の、彼女役でちょっと出させてもらうので、うん、はい、ぜひ皆さん見てください、がっつり出るってことですね。もうでもそれやったらそうですね、はい、まあ、最初の方に、はい、ガッツリじゃないじゃん最初の方にガッツリ最初の方にガッツリふわふわするな、本当にまあね、見てからのお楽しみですね、はい、見どころありますそれ大丈夫です見どころ言えよ、見どころは大丈夫です。何が大丈夫なんだ、メガキャンだわ、何だこれはい、皆さん見てくださいね、はい、はい、皆さん逆に見てください、はい、逆にってなはい、さあということで、うん、番組からも告知をしたいと思います、うん、メールを募集してます、うん、番組の感想ご意見ご希望何でもいいです、ぜひ良三さん宛てにメールをお願いします。メールはインターネットラジオステーションの温泉のこの番組の投稿フォームまたはモンハン部でも受け付けていますのでどしどし送ってください。でモンハン部はもう皆さん入ってくれてると思うんですが登録無料でとっても簡単です。たくさん情報があるのでぜひまだ登録してない方はこちらもよろしくお願いします。はい、というわけでマイカプコンの説明もお願いいたします。はい、マイカプコンっていうのがありまして、マイカプコンはカプコンの最新ゲーム情報などいろんな特典が受けられるパソコンとスマートフォン向けのウェブサービスとなっています。こちらも登録無料でカプコンの楽しさがいっぱい詰まってますのでぜひ登録をよろしくお願いします。はい、というわけで、そろそろお別れの時間なんだってだってでみんなやばい、ダメだ、天地無病、天地無病、ダメだ、打ってきた、やばい、やばいぞこれ、ちょっと映るんですねこういうのってね、怖いわ、治りますよ、怖い怖い、やばい、ちょっと小屋をぶつけてもらっていいですか、ちょっとなんで帰ろうとしてぶつけたのかもやばいやばい、はい、というわけで、はい、そろそろお別れの時間となります、はい、今回のお相手カプコン辻本と、はい、アシスタントは宇佐美由紀でした。そしてゲストは椿彩菜さん、はい、橋本天香さん、美咲彩芽さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。お疲れやそれではまたお会いしましょう。良き人生と良き彼よ。モンハンラジオ、良三の部屋。この番組はカプコンの提供でお送りしました。